今回はスロプロ、パチプロのお話を5本紹介します。1本目は2018年6月12日のスレです。スロプロだけど質問ある？5年くらいやってる月30前後。何言ってんの？固定しないでゾーンと天井狙い、ノーマルの設定狙いかっこ特定日。ハイエナ？地域は？ハイエナだね、千葉だよ。なんでやってるの？お金ないから。そんだけしか稼げねえのかよ。今は30稼げたらいい方だと思う。もっと上手い人はそれだけって思うかも。アクロスーツ？特定日なら打つけど基本花花かな。ノーマルならジャグならマイジャグしかやらない。なんで花花って設定入るの？ジャグラーとの違いがわからん。打たないとわからないよ。でもマイホ4つあるけど設定の入りはおおよそ6パターン、それで絞っていく。何店舗か渡り歩くの？それは当たり前。ピン5人。周りはやめなかったの？最初は10人だった。働いた方がよっぽど楽だと気づかない？もう戻れないこの感じ。でも、もっと稼げるし将来も安泰だよ。パチンコは打たないの？パチは荒れるからやめた。迷惑かかるし。他のグループと勝ち合ったりしないの？情報交換とかするよ。いい番号引いたら絆座る？押してるホームなら全部取って打つ。割とイベント日とかってノーマルならクレアとか花火にも入るイメージだけど、そこを打たないのはなんで？リスクが多いのと押してる台じゃないと怖い。てか月に30しか稼げないのに対戦の650とかスルーしてないよね？スルーするだろそれは。意味がわからない。対戦650は10日で期待値も時給も2000円以上、時給1000円とかしか稼げてなさそうだし打つべき。てかそんな当たり前のこともわからないとかプロじゃないでしょ。それ最初にやったけど大損こいたぞ。稼げます？この仕事稼ぐというから楽しいから。月にたった30でスロットをやってる意味がわからない。最低で年収で600は稼げないと。30程度なら働いた方が将来も考えて期待値高い。それは昔の話。熊酒場の6角終日回して600枚で終わったんだけど、引きどうやって強くすればいい？今のって 110% だよね。これは10回行って1回は負ける。押してる台ってどうやって見分けるの？台数が多い台。今って食えんの？2年前まではスロプロの友達いたから食えるの知ってんだけどさ、次規制来たらもう終わりだわみたいなこと言ってたから気になるわ。来年あたりに 5.5 号機あたりの高純増機の設置率が一気に下がる。そのあたりがエナの終焉になる可能性がある。今はまだ月に50から100ぐらい勝ててるエナ戦が多い。そろそろきついんやな。まあそいつは5号機来た時ももう終わりとか言ってたし、なんだかんだこれからもスロプロはできるんやろね。まあパチンコの潜伏もあるし勝てる台は残るかも。勝てる台ってのは出た当初が肝心だから常にアンテナは張り巡らせてるべきだね。負け組粘着がうざいから落ちるわ。負けてる人を救いたかったんだけど。けどもスロ初心者がジャグラーで勝つために押さえておきたいポイント教えて。ホール選び、イベント選び、そこが一番重要。しばらくホールの平均設定調べたり、設定が入る日を調べた方がいいかな。あとはジャグラーは学訓で変更判別できる。使えるかはホール次第。根拠のある台に座ってブドウ数える。ここで一つ目のお話は終了です。二つ目は2022年7月30日のスレです。パチプロだけど質問ある？今はピンだけど、軍団にいたこともあるから質問答える。何売ってるん？期待値ある台なら何でも。回数だけで言うならジャグラーかな。軍資金50万くらいあるなら、始めれる。年間300は稼げる。うまければ500、600万カッコピン。軍団作って回さんのやったら独立する意味ないやろ。マイホにもジジイのハイエナの打ち子やってる若いやついるけど、心の中でクソバカにしてるわ。あんな誰でもやれること自分でやらないとか脳みそないんかって思う。今のご時世でそんな勝てるのすごいね。知識と足あれば余裕よ。車かバイク免許あって移動できるならさらに余裕。専業やってたことあるけど兼業の方が100倍楽やで。昔は警備員の夜勤と兼業してたけど眠すぎてやめた。スロ戦パチンコは湯タイム狙いするくらい。ごく稀にガバガバの台見つけたら触るけど。さすがにそうだよな。まあワイは湯タイム狙いしかせんけど。俺の行動範囲やとパチンコは厳しいんよね。軍団に勝てん。ジャグの高設定探しつつエナがメインなの？ジャグラー打てる見せない時はエナかな。パチプロってかスロプロやん。地域どこ？都内。ジャグ打って5の可能性出たらどうする？前は打つんやけどファンキーとアイムしんどいわ。1日打って上がりが3万もないし。運5ぽいなら打ち切るかな。ただハイエナ徘徊もし始める。これで食ってると1日2万くらい浮いたらみたいなとこあるし。仲間や、打ってるのは？なんでも。ただ最近目押しがやばい。イックスみたいになってる。目押しができんとトータルで見たら結構損するやろ。しばらくジャグラーやな。キャッツアイでなんか全て狂ったわ。ビタ系統はしばらく打たん。ガメラまではなんとかなる。今時専用で食えるのか？食えるよ。ただ前ほど楽じゃないね。毎日必ず勝てるの？月単位ならほぼ。日は普通に負ける日ある。30日間打ったとして負けるのは何日くらい？5日くらいかな。だいたい月30から45くらい。パチプロって運票製造機じゃん。専用は大変だろ。早くやめた方がいいよ。普通に働くのきつすぎて、年間350切ったら考えるけど。クレジットカード作れないし、書面上では無職になる。生活に制限かかるだろうに。
500、600万から社会保障、健康保険かけてたら相当きつそう。その分自由やからかっこ震え声。年収500万で履歴書真っ白にして人生棒に振りながら毎日スロット打つ意味なくね。生涯年収の期待値は打てば打つほどマイナスやろ。スロットで食えなくなったら、工事現場の警備員するは資格あるから、食うには困らないくらいは稼げるし。専業やってたけどさすがに無理やわ。ここで2本目のお話は終了です。3本目は2023年3月4日のスレです。パチプロやってるけど質問ある？ひねり打ちは自信あるよ。うますぎ。ペンでここまでやるってすげえな。何歳からパチプロ始めたの？大学3年生から。ピンか？ピンか乗り打ち。月の稼ぎ、いくらくらいですか？30から40万くらい。30を下回ることはないんですか？収支は下回るけど仕事量は下回らないね。何売ってる？ゲン、シンガロ、オウミ、一気当選とか。うまいやつほどパチプロって言葉使いたがらない気がする。日給 2.5 万平均みたいなガチプロではないからな。専用だのパチプロだの自称するのは若い子ばっかりだよね。ぜひ長くなればなるほどパチプとか無職とかクズとか自称するようになるよな。この人ほんまのパチプロやなって人は5人くらいしか見たことないわ。大体うまい人の真似事でなんとかなるし、若い頃は周りの会社員の連中よりは簡単に稼げるし増強しちゃうんやろね。センスの塊みたいな奴らはサクッと稼いですぐ次のステージ行っちゃうしな。パチプなんてこじきと同レベル泥棒よりはマシって感覚でちょうどいいんだよな。やるなら徹底して人買うなりして月200くらい稼ぐつもりじゃないと何も残らんしな。他に副業してるか副業としてやってるならともかくパチンコ一本で月に40くらいで自利品の生活してる奴らは時間だけ浪費して将来何も残らないし一番ヤバい。ワイは田山さん好きやから食える分だけ稼いであとは遊んで暮らすって生き方も理解はできる。ただ田山さんですらライター業と掛け持ちして文章を後世に残したしパチンコ以外に何かしらあった方が良い人生になるのは間違いないやろな。スマパチにどんだけ期待しとる？期待はしてない。打てる台は大体新台ではないから。国読みどうやって勉強した？勉強ってほどのことはしてない。店が座らせたい台はへそで見せてくるし、大海を回ったら仕事量取れそうよね。2万は取れるよ。3年くらい山海で生活してたわ。1日の平均稼働5時間くらいで、月に20万弱くらいしか稼いでなかったけど。電柱3個返し時代の山海は楽だったな。もっと高い台いっぱいあったから保険代みたいな感じだったけど。今の山海は増やせても 0.5 玉、1回転だからね。Y の行く店に回転1個増える雨大海 SP あるけど回し21もないから微妙や。普通に2万以上期待値あるだろ。平打ち2万は保険やな。何も打つ台ない時は打つで。2万が微妙とかどんな店か寄ってるんだよ。Y なんて去年3万取れたの10回くらい。普通にワンパラジタン抜けとか深海右打ちとかやってた方が高いんやもん。今ボーダープラス2くらいの台すら分担に抑えられちまう。ボーダーにイベントでも出来台ならもっと回るからね。出来台って1台だけへそがバリ開きみたいなのあるんか？ステージ癖がいいとか寝かせがいいとかそういうの。スロしかやらんくてわからんかったけどそんなのあるんやな。釘見てもわからなそうやけどグラフから逆算したりしてるんか？グラフから逆算はある程度できるけど精度が低いのと打ち手によって全然違う数字になるからおすすめはしない。自分で試すのが一番や。本当にそんなんあるんやな。スロに比べてどこで学んだんだよみたいなの知ってるからパチプの人すごいわ。この前磯丸来店で6万負けたんだがメイン機種狙いに行った Y が悪いんか？磯丸来店でメイン機種ダメって店が悪いんやないか？やっぱそうよな。メイン機種が6みたいなやつ1台ずつとジャブ系全4。バラエテ前後、6みたいな配分だったわ。磯丸でも6の割合 10% もないやろ。仕方ない。マッピーメインのディスクピンパンサブで食ってきたけど迷歩、ディスク以外撤去されて危機感あるわ。マッピーは5万枚は抜けたけどディスクは正直きついわ。雇って。ちゃんと打てるなら雇うよ。ここで3本目のお話は終了です。4本目は2022年5月10日のスレです。パチンコ屋の店長だけど質問ある？仕事終わったので寝るまで。中小？大手？月給なんぼ？中小だけど店は大型店。店長の給料ってなんぼなん？600以上。年間休日どれくらい？180有給リフレッシュ休暇で120くらいかな。ええやん何歳？26。若いやん。エリートなんか。エリートではない。うちの会社は若い人多いね。どうやって店長になったん？普通に就活？バイト上がりで社員になってそのまま昇進してった。この辺からお盆明けまでベタピン。いや、普通に通常営業。言える範囲でいいけど400台設置の店の通常って設定6あったりするん？あと、設定1って割合どのくらいなん？毎日6はないけど通常営業でも6入れるよ。うちは 5.6 枚交換で6くらいが通常営業で1、6割が1。コンサルにいいようにされてクソ代つかまされる気分ってどんなん？コンサルついてないからわからん。台の購入ってすべて店長判断なの？上長に形式上承認もらうけどほぼほぼ店長の判断。400万でエヴァ15カリ02って買う価値あると思う？エヴァ取りゼロに頼らないと稼働ない店は価値ある。前日イベ比で全体平均3枚300枚超えて出してるホールとかあるけどあれは本社から特別に予算が出てんの？出てる。
店長の裁量で平均300枚出したらその月の粗利取れなくなる。やっぱそうか。ある程度の系列店やったら人年周期とか店長の移動のタイミングで出玉傾向がラッと変わるイメージあるわ。全台系みたいなのより散らしてくれた方がどっちにとってもプラスだと思うんやけど、なんで全台系ばっかなん。昼過ぎから稼働落ちるやろ。散らすと入ってるのか入ってないのかわからないよ。かなり強い日以外は全台系が一番効率いい。桜使ってる店長って多いの？知らない。店長同士でそんな会話できないし。PMM と P ワールドどっちが好きか嫌いか。PMM の方が操作は楽。PW も最近機能増えて使いやすくなった。好きなチェーン店、嫌いなチェーン店を教えろ。好きなチェーンマルハン、嫌いなチェーンディーステ。メーカー一つ潰せるならどこ潰す？賛成。6.5 号機どうよ。今のところかなりいい。鬼武者どうなん？荒い？犬や車よりは荒くない。マイレブの平均合算全国的に4から落ちてると思うけど、1で回収できなくなったツケが回ってきてんの？6号機ジャグ甘すぎて全然高設定使えないね。ジャグラーの設定って今は2くらいが主流？ 5.6 枚以下の交換率ならそうだね。10日は1でも全然抜けない。新花火の1って本当に勝てる？全然勝てへん。10日なら勝てるよ。カニ歩きとかハイエナしてるやつって把握してる？プロデキンの基準とかあるんか？監視はしてる。カニ歩きは注意する。ハイエナは邪魔にならなきゃ注意しない。ひねり打ちとかは気にしない。軍団をデキンするときって全員の顔割り出してからやるんか？軍団行為自体をデキン基準にしてないから、顔割ってからデキンとかはない。カード複数枚所持ってバレる？バレたら一発デキン。バレることもある。一発デキンだね。パチンコのクリーヒルタイミングは？基本的には毎日触る。触るって言ってもへそ12ミリだったら毎日12ミリに調整し直すみたいな。開け閉めもするけど。リタイム台は前日してる？期待値高すぎる台以外してない。台の寝かせって変えてる？首全く変わってるように見えないのに回る日と回らない日があるんやが。うちは基本的に跳ね系以外いじらない。楽に変えられる島設備の店と変えるの面倒な店があって、うちは校舎だから。変える店もあると思うよ。寝台入れ替えってパチンコパチスロどっちも設置業者にやってもらってる？うちはスロットのみなんだけど。どっちも業者だな。手伝いはするけど。店員がパチ台設置って珍しい部類やろ。寝かせとかあるからあや普通は無理だ。さすがに傾斜機使うけど慣れれば余裕よ。なお、一回転入7000でやらかして20万発抜かれた模様。ここで4本目のお話は終了です。5本目は2022年6月21日のスレです。元パチ屋店員やけど質問あるか？今年の5月までやってた。続けなさい。きつい。パチンコはパーソナルやったからクソ楽。きついのは入れ替えくらいやな。耳と肺どんくらい悪くなる？耳はまあ問題ないんちゃうかな。FPS できとるし、肺は正直わからん。FPS ってなんや？シューティングゲームや。まあ音が重要やねん。なるほど。去年の5月ってだいぶ前やん。晩ご飯何食べた？二郎系ラーメン。パチ屋店員あるあるは？普段うちに行くときに対面から人来たら道を譲る仕草してまう。粗品か誰かの YouTube でも紹介されてたな。やっぱあるあるやねんな。あとは休憩室は基本プライベート、うちに行った話で盛り上がるわ。拍手屋さん。他に何かあるか？よっぽどじゃない限り答えるで。昼ご飯何食べた？スーパーの弁当。朝ご飯は？朝昼兼用やけど強いて言えば野菜ジュースや。腹減りそうやな。朝食なんか？いや、むしろ大食いや。金ないから我慢せなあかんねん。ああなる。それならピーナッツがええらしいて。業務用スーパー200円で買える。お腹空いた時に詰めるしええかもな。また探しとくわ。ところでパチ屋店員としての質問ないんか？ワイパチンコ6に行ったことないから質問しようにも聞けることがないんよ。動画でパチ負け女とせ、交渉したりしてるものがあるんやが、そんなことあるんか？さあ？ワイは見たことないな。もしかしたら外でやってるかもしれんけど。動画ではパチ屋のトイレでやってた。それはほぼありえへんな。清掃おるし、トイレ前にカメラあるし。なるほど。作りもんなんかな。まあそういうスタジオもあるんやろな。禁煙なったら客減りそうやな。初めてパチ屋に入った時は音の衝撃波でのけ取ったわ。あんなん耳おかしくなるで。開示読んで帰った。まあコロナが同時に来てたから緊急事態宣言で休業するまでの1週間超絶暇やったで。一気に稼働7割減くらいになったもん。音は正直慣れやな。おトイレだけ使いに行ってもええの？別にええけど綺麗に使ってや掃除のおばちゃんがかわいそうやから。やっぱ深夜やとみんな明日に備えて寝てるんか？タバコ匂いとかよく耐えられるな。タバコの匂い苦手やったけど、その分金払いいいしね。2年前の4月からはそもそも禁煙になってたから灰皿掃除もなくなって天国やで。アイコスはアイコスで臭いけどな。客層の割合。ワイのところは郊外やったから6割くらいはじいさんばあさんやな。あと若者と専用。牛島くんでパチ屋に取り立てに来てたことがあったけど、そんなの見たことある？見たことないなぁ。それもさすがに漫画だけちゃうか？頭下げるタイプか？せやね。チェーン展開してたらほぼ頭下げるタイプやろ。子供車に置き去りとかあった？一番事件だったことは？2店舗でトータル3年はやってたけど、それはなかった。これは正直思い出せんから事件っていう事件はなかったけど、俺コロナで警察通報はおったなぁ。救急車案件も何回かあったけど、詳細は伝えられんかった。
こいつの人生やばそうって客おった。二日で10万は負けてるっぽい。死んだ顔の兄ちゃんのスマホの待ち受けが笑顔の家族の写真やった時は少し悲しくなった。なんでパチンコなんかやっとんねんって感じやな。あとはまあある意味開店から閉店までずっと同じ台売っとる50くらいのおば、お姉さんはどういう生活してるんやろって思った。一人は未亡人らしいけどもう一人は謎や。そのばあさんは買ってるんか。平打ちかっこ何も考えないで売っとるし負けとるよ。やから収入源も謎や。開示みたいに店頭で頭抱えるやつおった。働いてる時はなかったけどプライベートで売ってる時は見たことある。店長やらは客をバカにしてたりするんか。パチンコやるやつなんてクズだよとか。ワイらの前では言わへんけど事務所では言っとるかもな。正直遠隔やってる店やった。店員の立場からはそらしてへんとしか言いようがない。疑わしい場面もあったけど証拠がなければやってへんのや。ここで全てのお話は終了です。ギャンブルでお金を稼ぐのは大変ですね。